と、その辺の両方の他人の、それと、どっち？どっち？どっち？じゃこっち？じゃこっち？あっちと、はい、と、はい、と、ヤクパンでーす。はい、グッズでーす。タラコー。おはようございます。グルグです。ひどき、まるです。どうぞーかー、どうぞーかー、どうぞーかー。どんぐらい声量出してるかわかんないですね。だから、大音量じゃなかったら大丈夫です。こんぐらいな。はい、まあ、こんぐらいってことで。なんですか、ここは。そう、ここは、はい。コレイカをする場所。コレイカ。ああ。ああ。タワーが。めちゃくちゃや。20点のタワーが。めちゃくちゃになりましたけどね。ここは新宿はフリップス。フリップス。はい、そういう場所をお借りして、フリップに、はい、撮影許可をいただいて。お願いします。はい、ありがとうございます。ということでね、はい、あ、まあ、僕はポーカーいっぱいやってるんですけど、はい、ポーカーをやったことない人がいる中で、そう、みんなでやっていこうと。何も分かんない。名前しか知らない。ゼロ。何も分かんない。どれぐらい知ってます？え、俺が知ってるのは、うん、なんかカード5枚配られて、うん、なんか2回まで入れ替えていいよみたいな。うん、あ、そのまま分かるんですよ。そう、それもポーカーなんですよ。うん、ミーザーカイロは違います。俺はなんか2枚自分のところにもらって、ここに5枚くるやつ。そう、それもポーカーなんですよ。おでこに感じカードをつけて、あー、ポーカーや。それがどうなんだろう、別ハンドか。別ポーカーはそうなんだけど、ボケボケ。それはボケ。それもボケ。まあでもいろんなね、ポーカーってめちゃくちゃいろんな種類あるんですよ。はい、そう、もうなんか全競技集まってもなんかね、いろいろあるんですけど、その中の今日はテキサスホールデムっていうポーカーを遊んでみますと。そう、テキサスホールデム。そう、分かるの。まあ、分からん。まあ、この後説明するんですけど、まずポーカー全体について。はい、まあ、ポーカー、どれぐらい遊ばれてると思います？人数で。競技人口ってあるんですよ。競技人口、どれぐらい？何人ぐらいはいるんですか？120億人。地球上71億人。3人。これあれか、なんだっけ、ピラミッド推定するやつ。できるかもしれない。どれぐらいだと思います？じゃあ、5000万。これ、でもこういうのってでかくいっちゃって、少なくて気まずいから、確かに見た方がいい。じゃあ、10万人。50万。でもこのフリップスさんがなんか休日100人とか習ってるらしいから、そう、200人ぐらい。そう、そんなにやってるの。それね、世界で1億人いるって。日本人全員やってる。日本人口弱ぐらいなんだけど、これスポーツで言うとテニスと同じくらいらしい。で、スポーツの中で比べたら世界で6番目ぐらいの人口があるらしい。あ、そういうこと。めっちゃ遊ばれてるんで。めっちゃ遊ばれてるじゃん。そう、めっちゃ遊ばれてるやつを今回遊んでみようっていう話です。めっちゃ遊ばれてるの、はい、俺らそんなことなかったんだ。そう、70人1人遊んでますから、子供。あ、そういうこと。そう、っていう感じです。で、じゃあ遊びますか。はい、頑張って。まず、はい、まずルールを説明しなきゃいけないんですけど、はい、ポーカーの勝ち方2つあります。はい、まず、まあ、ポーカーやっぱ役があるじゃないですか。役で勝負して勝つ方法。あ、はい、なるほどね。そう、こうやって勝つことができます。言いたいことは分かった。もう一つ殴る。実力を殴る蹴るはテーブルから出てってもらいます。はい、退場です。勝ち負けじゃなくて、はい、そうじゃなくて、そう、チップをね、そう、めちゃめちゃかけて相手を下ろして勝つっていう方法もね、あるんです。これがいわゆる、そう、これがいわゆるブラフとか言ったりするやつなんだけど、まあ、それで勝つこともできます。ね、じゃあ、まあ、役、みんなわかる？分かる。3オーバー単位。3オーバー単位。まあ、3オーバー単位。いろいろあります。めっちゃ、まあ、ざっくり10個あるんで、1個ずつ全然しておきますか。まあ、知ってると思うけど、一応ね、勉強してきたけど。じゃあまずハイカードから説明します。じゃあちょっと、はい、はい、ちょっとハイカードいい感じに並べてください。ちなみに今カードをかき混ぜてくれてるこの方は、この方はディラの正宗です。お願いいたします。お願いします。今回はね、フリップの正宗さんにお願いいたします。はい、お願いします。かき混ぜちゃったんですけど、かき混ぜてはいけないことが判明したので、デッキをもう1個使ってですね、役のピックアップしてね、ピックアップして、はい、まさかのハイカード欲しかった。すげえ。一緒に前入れとるカード。はい、承知しました。ハイカードでよ。ハイカードで。じゃあまず、
最初なんですけど、約1つ目ハイカード、うん、これあの色も全部揃ってない、数字も連番じゃない、もう何もない、まあ、いわゆる豚ってやつです。これ1点強そうだけど、まあ、これ豚ってやつです。これ、まあ、これが一番弱いハイカード、はい、そしてお次ワンペア、ワンペア、あ、これ聞いたことあるね、ワンペア、いや聞いたことあるわ。そう、5枚の中で強いよ、強そうだね、これめっちゃ強い、めちゃめちゃ強そう、めっちゃ強い、これハイカード、こんな感じにしますか。あ、弱い、はい、弱い、同じく強い、強い、5枚の中で1つペアがあって残りは関係ないです、はいはいはい、これがワンペアになります、はい、ワンペア、次ワンペアときたら、ツーペア、そう、ツーペア、ワントリ、わかりやすい、ワントリ、ツーペア、ツーペアでね、そう、これ5枚のうち2つのペアがあるからツーペア、うん、これが1個上、知ってるやつだな、知ってるやつ、そして次はスリーペア、次ワンペア、スリーオブカイド、スリーオブはカイド、そう、スリーオブアカインドと言われる、スリーオブアカインド、スリーペアではなく同じ数字が3枚揃って他は関係ない、プラス、これがスリーカップ、スリーカップ、まだ早いよ、弱い順だよ、弱い順、大丈夫、大丈夫、大丈夫、次こっからペアじゃなくなります。何、次なんだ、ぐちゃっといった、次ロールストレートフラッシュ、あ、分かった、そう、フラッシュだ、フラッシュ、フラッシュ、フラッシュ、違うね、ストレート、3カードの次はこの数字がね、56789とか45678とか、はい、この順番になってるストレート、これが次強い、結構強そうだね、強そうだね、そう、そう、もう時間は多少強化されてる、そう、そういうのは結構強い、そう、もう出たらもう目としていい、これは、はいはい、そう、大丈夫、そしてさらにお次、はい、おお、ここは分かりやすい、これなんだ、出たよ、はい、もう色だけが全部一緒、フラッシュ、あ、フラッシュ、こちらフラッシュですね、はい、こちらはストレートの次に強い、フラッシュも簡単そうだね、そう、これはマークが一緒、まあ、スートって言うんだけど、え、じゃあハートじゃダメなんだ、1個が1個だけハート、そう、1個だけハートでも赤い色とか黒じゃなくて全部ダイヤ、エッパはそれでもグラスって言いそうだね、色一緒だから、マークね、マークが全部一緒なのが、そう、はい、フラッシュ、そしてお次、まだまだここら辺はでもね、出ます、多分今日中には出ると思う、マジ、そう、じゃあフラッシュは明日行こう、ここから出るか、でこちら、直るんですか、これはカード3枚とペアが1個、フルハウス、だいたいソシャゲのガチャ引いて SSR 出るぐらいこのヒントです、え、そんなちっちゃいの、これ引いたら SSR です、これ、そう、しかも10連じゃなくて1回だよ、1回のガチャで、そう1回のガチャで虹が出るやつなしで、しかもなし、でもこれで終わりじゃないですか、これがまたこれを超えるカードがね、まだあるんです、役が、待てよ、フルハウスに勝つカードあれか、その次ランダー、フォーカードか、正解、フォーカード、正解を勉強してきた、ね、初心者とは思えないけどな、フォーカードもね、あの、見て分かる通り同じカード、トランプってね、4枚しかないんだ、同じカード4枚しかないんだ、4枚出ちゃった、そんなわけない、そうって言う人、そういうカードないから、これは今日出ないやつでしょ、そう、今日出ないやつ、絶対の、まあ、どれぐらい出ないかっていうと、まあ、みんなね、マインクラフトやってると思うんで、マインクラフトで説明すると、はいはいはい、マインクラフト1日プレイします、はいはいはい、サバイバル、うん、ピンクの数字が見えるかどうか、いるんだよ、見えるかどうか、意外と出るやん、意外と出るやん、まあでも、そのぐらい、他の数字と、そう、他の数字の中で、そう、出てくる、あとはチョコボール買って金のエンゼルが出るくらい、あ、それはなんかね、金のエンゼルと普通のチョコボールは生産してるロットが違うから印刷の違いで見分けることができるんだよ、はい、今回確率の世界で無作為にいきます、まあ、大体 0.2% って言われてるね、これ、うん、0.2%、そう、500回2回、その次、これよりも強いな、そう、これよりも入ってるから、おぉ、すごい、連番、これ色も一緒、ね、番号も連番になってる、
こちらね、ストレートフラッシュって言います、これ。ストレートフラッシュ。そう、こいつが上から2番目に強い役。これもね、どれぐらいすごいかって言ったら、もうみんなでその、なんかメジャーリーグ見に行くな、役、見に行く、スタンドに座る、大谷選手が出てきて、ホームラン打つ、そのホームランボール掴むぐらい。これ圧力とかも必要ってこと？キャッチできるかどうかも書かれてる、これ。これ出た人はあのすぐにあのホームランボール取りに行ってください。めちゃくちゃレア、これは。一日でまず見ないです、これは。で今日出たらすごい。今日出たら超すよ。まあ、超すよ。出すか。え、まだあるんですよ、これ。まだあるの？わかった。最後なんだ？ファイブカード。ファイブカードこれはちょっとね。ジョーカーなったらいいんだけど、つまりあれか、そう、ジョーカーなしで言うとなんだ、ロイヤルストレートフラッシュ。そう、ロイヤルストレートフラッシュ。正確には、あ、気持ちいい、はい、英語ではロイヤルフラッシュって言うんですけど、はい、そう、ストレートフラッシュの中の最強の役、エースキング、クイーンテン、ジャクテン、そう、こいつが作ったら、そう、ロイヤルフラッシュ。もう気持ちいいな、こいつすごいでしょ。こいつ、確率 0.0032% らしい。 0.0032。 例えば何？例えばこれすごい。例えて、例え、めっちゃすごい。用意してなかった今日。これ、オスの三毛猫が生まれるくらいですか。あー、え、待って、わかんない。めっちゃレア。まっすぐわかんない。そうだろ。そう、まあわかんないけどね。そう、三毛猫はね、めっちゃメスが多いらしい。へー。その中でもオスが生まれるくらいすごいと言われてますと。まあでもこれはね、あのライブでこうやってね、フリップ新宿さんとかで遊んでて出たらこれも死にますもん。4日交通事故、多分4日交通事故気をつけてください。これはマジで出てない。出しちゃダメだ。9年間やっててまだ人生で2回しか出てない。人生で2回しか出てないって言ってくれた方が。9年で2回しか出てない。9年やったオリンピック、オリンピック、オリンピックで。マジで出ない、これは。面白そう、まあ、みたいな感じです。もう面白い。これがそう、ポーカーで使う10個の役です。はい、まあ一応ね、分からなかったら、まあ、そのとりあえず、まあ、ディラさんとかいるんでね、まあ、出て役判定をしてもらうこともできますんでね、はい、まあ、ざっくり覚えてあげましょう。じゃあテキサスホールデム、はい、流れに沿ってちょっとワンハンドプレイしてみましょう。はい、はいはいはい、ではちょっとお願いします。はい、じゃあということで、はいはい、まずはテキサスホールデム、まあ、ワンハンド、はい、まずやってもらいましょう。ではシャッフルお願いします。出た、もうボッシュと、ボッシュです、これ。いいな、これが一番混ざるとされている。ボッシュしてよく見る。ミドルシャッフル。すげえ。そう。並べ替えているだけとされているリーダーシャッフル。ラスト9名様でおたきめさせていただきます。じゃあこのカードが高いお客様に、はい、この一番有利なディーラーボタンを渡させていただきます。スペード、ハート、ダイヤ、クラブの順ですので、スペード、ハートのクラブのお客様です。これは運だから仕方ない。始まったから、これ仕組みだ、これ仕組まれてて。ということで、まあ、ボタンっていうね、こちらリーダーボタンっていうんだけど、これ最強なんです。最強の、そう、これ神様です。これ持ってる人、持ってる人神様です。マジで。お客様、なぜかっていうと、テキサスホールデムっていうのは、うん、そう、最初にあのチップをテーブルに出さないとディーラーが動いてくれません。え、そう、ゲーセンで言うとコインを入れてねっていう状態が今ありますマジで、はい、二度と動かないそう、二度と動かないテーブルの中で遊ぶためにお金を払う人がいるんですよ、はいはいはい、それがディーラーボタンの横のスモールブラインドとビッグブラインドっていうやつ。スモールなんだ、はい、で今回のレートは5-10、まあ、5-10っていうあのレートなので、スモールブラインドは5点、ビッグブラインドは10点。これはどういうこれで強制掛け金が、そう、ああもう、あ、払う、あ、なるほどね、コインを入れてるの、コインターン、そう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 、だから、これでディーラーさんが動いてきますよ。では、感動をお願いいたします。では、ファイテンノリミとテキサスホールデムスタートいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。しっかり、はい、SD から配られるわけです。はい、で、すごい、こちらなんか飛んでくる。あっ、一回やりましょうか。お願いします。はい、5点ノーリミットホールデム。ごめんなさい、もう一回いきます。大丈夫、全然全然全然いきます。5点ノーリミットテキサスホールデムスタートいたします。お願いいたします。お願いします。さてと、さてと、何事もなかった。何事もなかった。もう使わなきゃいけない。はい、ということで来た。
なんとブルックさんとシャーケンさんがこのブラインドを払ってくれたので、はい、なんか2枚分かってきました。ラッキー。これハンドって言います。ボリ？ハンド。はい、これもこの2人のおごりです今回は。無料で僕たちもらいます。なんでこれハンドまずは他の人に見せないように自分だけ見てください。あーテーブルにこの。いかさまする気だな、こんな感じで、こんな感じで手で思いながら積み込んできてるよね、それの下に。見ましたよ、はい、そしたら、まずここ、この場にカード何も出てない状態、これがプリフロップって言います。まずはこのプリフロップの状態でこのブラインドを払った次の人から降りるか、まあ、コールするかレイズするかを、うん、まあ、選択します。降りるかコールかレイズか。でコールっていうのはこの今出てる10点、一番大きい額に合わせること。ああ、なるほどね、はい、でレイズはこれより、まあ、倍額以上、まあ、20点以上レイズ大きくかけることをレイズって言います、はい、じゃあ、まあ、そういうのも前の人がレイズしてから、はい、次もう一回レイズするにはさらにその倍ってこと、うん、まあ厳密には違うんだけど、まあ、大体2倍以上って覚えた方がいい。なるほど、厳密には違うけど難しいんで省略しますこれは。はい、はいはい、じゃあまあ金箔さんからやっていきましょうか。はい、最初だからね、やっぱ行きたいよね。そうね、うん、追います。降ります降るときは反動前にね、出すと降りる。そうね、降りたらまた次の人で順番に回ります。最初ですね。おホールホールね、はい、ホールそしたら、そう、カラコに回ってホール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 悩みすぎる。最初は別に関係ない。まあ大丈夫。ありがとう。好きにやっていいよ。小番小王でやってる。それはね、遅い。さすがに弱い。じゃあ、コール。コール。はい、じゃあ、まあ、みんな、コールしましょう。コール。5点5個で追加するだけで。そう。乗れるか。あ、でも5点追加しないと入れないから。そう。そう。そう、一番でかい額に払ってるから。で、そう、鮭さんは、もう最初に10払ってて、うん、今の最高ベット額が10だから、うん、これ、まあ、チェックって言って、そのこれ以上上乗せしないで次を見るか、それ以上のレイズするかができる。はい、チェック、チェック。ここでレイズされた場合はどうなの？レイズされた場合はレイズなんですね。これもう一周して、そのレイズされた額まで合わせなきゃいけない。あ、じゃあそこからチェックが始まる。そしたらまたコール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 で、レイズって入ったらまたコール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 って入る。遅延じゃん。そう、だんだんレイズしとけやん。それからやってくよ。ってことで、そう、今ね、しれっとやってくれたんですけど、もう揃いました、これ。うわぁ、揃いました。そうなんですよ。そう、これ持ってられるけど、すごい。これポットって言って、僕たちが争うお金になります。そこから渡れるチップね。これ、そう、僕たちが争うチップになります。はい、で、みんな賭け金、賭けチップ揃ったので、ここから次、フロップっていう状態にいきます。はい、では、お願いします。はい、セブンプレイヤーズです。分かりましたね、3枚。3枚開かれましたね。強い。さあ、で、3枚開かれた状態から、次は、このディーラーボタン、はい。このボタンの次の人からアクションします。アクションです。じゃあ、20。ベット、20点です。ベットを。そしたら、コールするか、レイズするか、降りるかって。レイズ60。レイズ。めちゃくちゃ。最初のベット。ベッドは最初の人は何があるのか、ベッド以外チェック、まあこれかけずに次の人回す。あ、なるほど、ね、チェックがさっきかけた分で終わりみたいな。そうそうそう、レイズ。そしたら今60点になってるから、60点以上かけるか降りるか、またコールするか。降りそう。もうそんな降りたそうだって。そのポーズで弱いことがね、心理的に強いけど、こういうのはある。弱いね、絶対弱い。もう絶対弱いね。はい、これ60点。ありがとうございます。初心者だ。チップ1枚出すのはホールなんよ。おお、もう俺はもう降りてるから、次は60点で、60点はもう降りるから、まあ、レイズしてもいいよ。見た感じはそうだね。レイズしてもいい。ホール乗せてみた。ホールにしてもいいんだよ。ちょっとやってみよう。ホールホール。はい、ありがとうございます。まあ、今回はインストラクターだから大丈夫。まあ、一応、これコールして、あとは、待って、でけえって最初。大丈夫。いや、大丈夫。一応大丈夫。どうしますか？逃げるのか？
やるよな。戦わないとね。戦わなければ。でまた3枚出た状態でまた揃いました。はい、そしたらまたディーラーさんが集めて。ああ。返して。やっぱやめます。やっぱね。やばくね。やばい。次行きます。はい。今いくらか分かるこれ。もう分かんない。では次行きましょう。セルフレアス。はい。これ5枚出るんだけど、次1枚しか出ません。この状態、4枚公開されてる状態をターンって言います。ターン。そう。ハンドの役が変わるよね。そう。転換するからターンっていうのかな、知らんけど。分かんない。知らんけど。ターンっていうのね。はい、まあ、ターンっていう状態があります。4枚。そしたらまたスモールグラインド。そう。グループさんからまた同じようにリピートしてチュー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 でしょ。いや待てって。待てって。もう考えたくないから一旦降りとこうかな。いやこれ他は三回ね。めちゃくちゃ。やばいって。すごいね。もうこれ全部もらえるの。これ勝ったら全部もらえます。やばい。竹さん降りとけって。フラッシュしてやるよ。はいやっぱ。待って、今200点のベッド。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。強制コール。出ましたよ。チップで止まってましたよ。コール。僕は一生チップ触っちゃいけないんですけど。一応降りるもできるから。そう。じゃあ、悪いよ。はい。人生的な悪いや。いや、やばい。ちょっと悪いです。勝手にコールさせる。最悪。すごいだね。カジノだったら本当にお金がかかってるから多分殴られます。日本国内でやる分にはそう、日本国内は遊びなんで、はい、それでも殴るって言いますよ、はい、ではターンでまたチップ揃えました。もうすごいことになってますこれ。やばいすごい。じゃあ次もう一人分あるよ、はい、次の2番に行きましょう、はい、じゃあお次お願いします。はい、はい、プレイヤーズラストカードです。はい、でこれでこの場に出てる5枚のカード、コミュニティカードって言うんだけど、このコミュニティカードと自分の持ってるハンドを組み合わせて、そう、誰が一番強いかをやっていきますと。なるほど。だけど、まだここで、まだベッティングアクションもう一個あるんですよ。まだあるよ。もういいよ。ここからもう一周します。全部4周する。もう役が確定してる状態でもう一回します。やばー。じゃあ、ブルクさんから。いや、この、これね、俺にやるよ。俺来たチップを前に。俺はオフィシャルだよ。1回目だってめちゃくちゃ悪い。強いんだって。じゃあ人だろ、どうせ。何 ?9 と6どっちそれ。えこのチップの量が知りたい場合はカウントとおっしゃっていただければカウントさせていただきます。ディーラーから積極的にカウントすることはないのでお声かけいただいたらカウントができます。毎回言えば終わらせる。100人が来れば違う違う違う。全然あれだって600くらいあるでしょ。オールインされたらこの額以上をレイズするかこの額をコールじゃないか。この額をベストに持ってなかったらある分でいい。持ってなかったらある分でいい。でもいけるなんかもう本当に全然何もなくこれしかお金がなくてもオールインオールインできたらおまけにこのなんかアクリルもらいます。やったこのオールインアクリルついてプレゼントおります。はい、オールイン待ってます。いやオールインオールイン無理オールイン無理に勝てない絶対に勝てない。オールインオールインコールが入ってあります。マジかよ終わった僕の終わった。最初からこれする？ねえ。一発目じゃないの？一発目じゃないのこれ？じゃあコール。で、はい、今これねリバーのアクションで全員ね最高額決まりましたと。はい、そうなったら役判定に入ります。オリコール初段お願いいたします。はい、見せてくださいカード。誰から？いやもう全員同時で大丈夫です。はい、じゃあこの前の方に
出してもらって、2ペア。で、オールインしてる。すごい、1ペアで、オールイン。で、グルックさんは6と4の2ペア。で、まあ、2ペア、2ペア、1ペアじゃん。2ペアどっちが強いのって話になるわけですよ。数字が6回。そう。数字がでかい方、エースから2まで強い順になっているんだけど、ペアが大きい方、今回言うと、ジャックのペアが6のペアよりも大きいから、今回はシャークンさんの勝ちってことで、この真ん中に食べれたポット全部もらいます、これ。なでかい方が強くてればいい。そう、エースの方が強くて、そう、エースのワンペアとキングのワンペアだったらエースのワンペアの方が強い。そしてこちらもオールインですので、こちらのチップすべてカバーになります。はい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 、人生絶対じゃん。そう、死亡国オールインとか起こると一瞬でこうなると。こんなこんなもんね。ちょっと酔っ払うから、見て酔っ払うから。どうしてもやってくれない。絶対酔っ払うやつね。酔っ払うからね。なんかそういう感じで、はい、これがテキサスホールデムの、そう、遊び方。おお、面白い。これがテキサスホールデム。やりたい。じゃあ、手に戻しますか。はい、じゃあ、一旦ね、チュートリアル終わりなんで、はい、行きましょう、みんなの。はい。説明、一旦ポーカーのね、説明終わったんで、ここから、はい、残り時間尽くす限り、リングゲームをやっていくんですけど、はい、せっかくドムポーカー、ワイクルズ VS 限界ということで、やるんで、ちょっと勝負しましょう。おー、はい、おー、はい、できるんだ。はい、ちょっとできますね。チーム戦ですか。今回は、そう、経験者と初心者、お互いね、半分くらいいると思うんで、チーム戦でやります。おー、いいっすか。で、チーム戦のルール、今回はみんなそれぞれ1000点分のチップ持ってます。はい、先々のチップ、これの限界のチップの得失点差、ワイテルズのチップの得失点差で勝負しましょう。まあ、こっちはね、5人いるんで、さあ5000点スタートなんだけど、まあ、5000点から どれぐらい増えたかどうか。そう、お互いによると思う。ゲームの勝敗だけついて、ドムポーカーとしての勝敗はつかない。そう、限界同士でやったらつかないけど、プライドの勝負だと思います。やるよ、いいよ。関係ない、絶対待てんよ。オーケー、はい、ってことで、なんねんオールインするわ。そう、オールインは限界のオールインだと思ってください。オーケー、はい。はい、まあ、ということで、じゃあ、やりましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、では、ファイルデーで、人間を始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。ここからは、マジで淡々と進むね。もう、普通にやるのとは一緒ない。そう。さあ、バランスとハンド、いい反応出ようかな。なるほどね。勝ったわ。はい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 、勝った。いきます。まずは、あ、なるほどね。コールコールです。コールってコールだ。え、右押しやねん。なんすか。コールこれはコール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 。あ、コール最悪や。フラットだけ。あー、仲間が来た。コールコール、え、すぐ降りるからな。そうです。チェックするときはね、マットを2回コンコンってやると。すごい。ヒットみたいな。そう、ヒットみたいな。7名様で、セブンプレイヤーす。すごいです、これは。ちょっと待って。そしたらまたスモールグラインドからってきた。面白くなってきた。今、ハンド見直したってことは、ベッド30点。ちょっといいのがあれだったんかな。まあ、こうです。コール。コールド。コールド。いいのか、そんなんだよ。まあ、逃げちゃったんじゃない。レイズ。レイズ。待って、どういうこと。レイズ。そうなんだ。レイズ190点です。なんで190点。いや、もう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 、一回出しちゃった。じゃあ、僕は190出さないといけないですよね。そう、190か380とかぐらい。楽だよ、倍。まあ、190やば。190になっちゃった。190点。はい、ゴールです。1本だけか。え、ポットこれだよ。
みんな。ああ、そうか。そう、ここに対して。ここに対して、でかすぎる。俺が1枚買ってた。190点でこのポトトに行ったところだね。これだ。いや、これだから全員下ろしても勝ったので。ああ、でもこれで限界したからね。下ろしてない。下ろしてない。下ろしてない。大事大事。こっちからとりあえずコールしてみたらね。そんなことね。小さい。小さい。とかやってクイーンクイーンだったらどうする。トップです。いや、この時点でね、ワイプルズ降りたからもう限界を取ってみようかな。チェック。チェック。やめき。まだ一旦だけはカード一旦見ます。無料で見えるからね。大丈夫、ベッサンの中から。ラストカードです。どっち。怖いな、ベッサンは。え、俺は何ベッドするかチェックする。そう、ベッドするかベッド。お前殺しちゃってる。やめてよ。100点とベッドで100点。焼きパンはコールするかレイズするか降りてることができる。で今だね。これがポーカーの醍醐味。